全馬がゲートの中スタートしました。ちょっと3番セグレドスペリオル後方からになりました。ダッシュが早かったのは11番シンリミテス、外から先頭に立っていきます。促しながら2番メタルスピード、2番手3番手に9番プリマビータがつけて前の3頭展開がばらけます。2馬身半相手1番グランデサラス、外に8番湘南アデイブ、5番手を追走。この1馬身後ろ中段に5番の萩野アルデバランがつけています。外からは7番のキングダムウィーナー、2頭の間に入った10番のプッシュオン、中段より少し後ろ外回りの3コーナーにかかります。この半馬身後ろが4番のブリタニア、後ろから3頭目3馬身差後ろ2頭、3番のセグレドスペリオルと6番のジェンヌとなっています。外回りの3コーナーをカーブしていくところ、先頭11番シンリミテスです。3、4コーナー中間に向かっていきます。ついていく2番のメタルスピード、2番手前の2頭が3、4コーナー中間を迎えて2馬身半相手、9番プリマビータ3番手です。最初の 1000m1 分ちょうどで通過していきました。9番のプリマビータの後ろが1番のグランデサラス、4コーナーが近づいてきました。その後ろに8番の湘南アデイブ、600を切って中段外目には5番の萩野アルデバラン、そして内に4番のブリタニア、4コーナーをカーブ、後方より10番プッシュオンです。直線に向かいました。早めに先頭2番のメタルスピードかわして前へ出た、リードを1馬身これを外に切り返しながら追っていく1番のグランデサラス、間からは4番のブリタニア、さらに8番の湘南アレイブ、1番外に持ち出して10番プッシュオン連れて5番萩野アルデバラン伸びてくる、200を切りました。粘っているメタルスピードですが1番グランデサラス、外から8番の湘南アレイブ、さらには10番のプッシュオンが追い込んでくるが抜け出た8番の湘南アレイブ、湘南アレイブ先頭ゴール、わずかに追撃を抑えました。8番湘南アレイブ、これに迫った10番プッシュオンが2番手、3番手争いは最後で広がって5番萩野アルデバラン、あるいは粘っていた1番グランデサラス。